はいどうもこんにちは。今日はねウグイス谷というところに来ています。そして隣にいるのは牧野さんです。久しぶりですね。この並びでね動画撮るのもね。最近どうしてますか？最近は働いてます、うん、働いてるんですね。前は働いてなかったのか。あんまり働いてなかったウグイス谷はどういう場所？はい、私が生まれ育った町です。生まれ育った町、はい、ということで地元です。だから江戸っ子なんだなんか江戸っ子な感じするもんね。下町っ子。下町っ子だよね。僕が牧野さんと知り合ったのは iPhone がね流行り始めた頃だったんで、まあ、今日はねそれを思い出しながら iPhone で撮影してみたいなと。撮れるかどうか全然保証できませんけどもiPhone で撮影してみたいと思います。いくぜ。すごいとこですねちょっと言うのもはばかられるような。あ、噴水とかあるし。綺麗だね。綺麗だけどこういうところでなんか2人で歩いてるとなんかいかがわしい感じがしますけどもね。ものすごい飲み屋多いよねこの辺。増えたんだ。うん、昔はそんななかったの？そこまでなかった。でもこの狭い路地にねいっぱい飲み屋があって、いきなりこう街にさコインロッカーとかあるんだよねどうすんのこれ。預けて飲みに行くの？あーいい感じの路地ですな。もうちょっと左に行って、はい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 、もう一歩 OKOK いいよ。ちょっと顔うつむき気味で、そうだね、うん、あいいね。だんだんゴージャスになってきたね。ほんと？うん。はい、もうちょい右向いてもいいかも。そう、わー、オッケー。ちょっと髪の毛出して、はいはい。あー、牧野さんも最初会った時カメラマンでしたもんねカメラマンとしてお仕事されてる時に会いましたよね。そうだった。イオスとか持ってた。持ってた、うん、どっか行ったんだあーいい。電車よく通るねここね。すっかり暗くなりましたけどもね、ぐるっとこの辺を一周して撮ってきました。すごく楽しかったですけどもね、どうですかという感じらしいですねありがとうございました。ありがとうございました鼻をすするな鼻をすするな